頼むから帰ってくれ。今は展示はやってないんだ。どうしたんだ。ああレビオだよ。全く耐え難い。今日はやってないんだ。何度も言ってるだろう。待て、なんだ、あの有名なリビアのゲラルトか。頼みたいことがあるんだ。頼みたいこと？レジナルド・ドブリーの像に関することだ。厄介な問題でな。金はしっかり払う。ただ、今はこれ以上話せない。興味はあるか？その像がどうかしたのか？百聞は一見にしかずだ。見なければわからない。ついてきてくれ。案内しよう。これだ。我々の最高傑作、レジナルド・ドブリーだ。恋人たちのカリスマ的存在、素晴らしい技を持つ剣士にして、他の追随を許さないハープやオルガンの演奏者だ。なるほど。それで何が問題なんだ？なんと言えばいいか。まあ、大切なものがなくなってね。誰かが像から睾丸を盗んだのか？いいか、これはただの像じゃない。偉大なるレジナルドの局部が見られる正真正銘唯一無二の像なんだ。彼の股間を撫でた者は誰であろうと驚くような勢力が得られる。もちろんその権利はただではないがな。だからどうしても取り戻してもらいたいんだ。興味は湧いた。レジナルドとは何者だ？全て話してくれ。話したいことが多すぎる。伝説によれば、建築家のファラモンドと一緒にボークレールを設計したのはレジナルドだったそうだ。ふん、実に驚くべき功績だ。特に苦労して考案したのが、愛の営みの最中でも誰もが簡単に逃げられるように設計された脱出経路だったそうだ。後に本人もよく使ったと言われている。だが怖くて使ったわけじゃないぞ。決闘で相手の命を奪いたくなかったからだ。いつ盗まれたかは分かっているのか？ほんの数時間前のはずだ。私が展示場で最後に一団を案内した時は、象はまだ完璧な姿のままだったんだ。心当たりは？レジナルドの局部から得られる力を考えれば、誰が犯人でもおかしくない。あれを欲しがらない方がどうかしてる。あたりを調べておきたい。何か手がかりがあるかもしれない。レジナルドの大事な部分が見つかるなら何だって好きにしてくれていい。あれがなくなったらボークレールの観光事業に未来はない。未来はないんだ。大丈夫だレジナルド、心配はいらない。きっとまた元通りに。ノコギリの後にブレがなく綺麗に切られている。見事な巨星だな。ダイヤモンドのノコギリの刃、犯人が使ったものだ。コートの生地、強烈なコロンの香りがする。これをたどれば犯人を見つけられるはずだ。おっと、その邪魔してすまない。誤解だ。使ってもいい。ちょっと滑って転んで彼女が寝てるところに倒れ込んだだけだ。ねえヒューズ、彼じゃないわ。本当だ。ただ不運な偶然が重なっただけで彼じゃない。なんだって？
旦那じゃないって言ってるの。つまり、あ、違うのか。それなら誰なんだ。どうして家に入ってきた。消えろ、衛兵を呼ぶぞ。じいさん、言葉に気をつけろ。話がしたいだけだ。話だと。話すことなど何もない。いや、話すことはたくさんある。そうだな、まずその年齢にしては随分元気そうだ。ああ、食べ物に注意してるからだろうな。毎朝ワインを少し飲むと体の調子がいい。なるほど、今度試してみよう。ところで、レジナルド・ドブリーとその像は知ってるか。この町に知らない奴なんていない。レジナルドは誰もが憧れる国の英雄だ。そうか、詳しそうだな、ヒエズ。レジナルドの睾丸を盗んだ犯人も知ってるんじゃないか。説明させてくれ。それはロザリンだ。ここにいるのは分かってる。ドーターの男と一緒にいるんだろう。最悪だ、奴まで来やがった。全く難敵だ。クズめ、逃げられると思うな。ぶちのめしてやるぞ。このどういうことだ。ロザリンだ。一人ならまだしも、同時に二人とやってたのか。待て、俺は関係ない。ふざけやがって。人の女に手を出すとどうなるか教えてやる。俺も暇じゃないんだ。家に帰れ。ああ、そうしよう。もう用は済んだ。誰だか知らないが、あんたがいなければ大変な目に遭うところだった。助けてくれて感謝するよ。ふん、それじゃ話してもらおうか。ああ、愛しいロザリンだ。少し外してもらえないか。言うしかあるまい。確かに石を盗んだ。ただ信じてもらえないだろうが、実際に効果があるんだ。ロザリンだとは今日だけでもう3回もしたんだ。3回だと。そりゃすごいだろ。この年でだぞ。今日だけで過去10年の合計を上回った。だが盗んだ石は返さなければならない。この事実は変わらない。どうだ、一つ取引をしないか。ん？石をくれれば金を払う。頼む、お願いだ。これのおかげでまた若い頃に戻れたんだ。そうだな、貸すだけならいいだろう。あと1日だけだ。それならどうだ。1日あれば3回は楽しめる。取引成立だ。戻ったぞ。静かにしてくれ。彼女が起きるだ。きっとまた求められる。誰の話だ。ロザリンだか。そのいとこのニュースだ。彼女は絶倫でな、キリがない。だがこっちはもう限界だ。気持ちがあっても肉体がついてこなければ意味がないだろう。危うく心臓が胸から飛び出るところだったんだ。さあ持って行ってくれ。あんたにレビオダの五感が払うことを。
本当にそう祈ってる。どうだ、レジナルドの大切な部分は見つかったか。いや、取り戻した。レビオダ様に感謝しなければ。本当に取り戻してくれたんだな。ささやかではあるが、お礼としてこれを受け取ってくれ。それと、明日から展示を再開するから、ぜひ立ち寄ってほしい。レジナルドを撫でていいぞ。特別に無料にしておこう。心に騎士道の5つの美徳が存在していることを証明したな。俺のものということか。潜って取ってきていいのか。剣は主としてふさわしいものが持たなくてはならない。水面で戦い、それにふさわしい力の持ち主であることを証明する必要がある。準備はいいか。いつでもいいぞ。ならば剣を抜け。綺麗の中はこの瞬間が一番好きでな。優れた剣の腕前だ。議論の余地はない。エアロンライトよ。前にもあったか。ええ、私だけじゃなくヨステ人もね。湖の女神か。そう、誠実かつ高潔で他人のために一生懸命になれる人間だったから、手に入れられた剣だということを忘れないで。さあ受け取って。今度はなくさないと信じてるわ。